皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は奈良市二条寺にございます二条寺ビルという賃貸マンションにやってまいりました。こちらはまず洋室となっているんですが、こちらの洋室特徴的なのはこの広い収納スペースなんですね。こちらこのようにですね、約1軒半ぐらいの幅のあるクローゼットがございますので、コートはもちろん衣装ケースなどを収納していただいても、しっかりと物が収納できる収納力豊富な、クローゼットとなっております。そしてこちら隣に進んでいただくと、こちらダイニングキッチンとなっております。こちらのキッチンなんですが、このようにですね、広いシンクと調理スペース、そして2口のコンロも設置されておりまして、大変活用しやすいキッチンスペースとなっております。上と下にもしっかりと収納スペースがございますので、キッチン用品がしっかりと収納できる、そんなお部屋となっております。またこのまま先に進んでいただくと、こちらの扉開けていただくと、よいしょ、このようにですね、はい、人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場、そして奥に進んでいただくと、はい、お風呂もございます。そしてこのまま扉を進んでいただくと、こちらの扉を開けていただくと、こちら玄関スペースとなっております。玄関スペースにはですね、このように下駄箱もございます。そして玄関を入ってすぐの扉を開けていただくと、お手洗いがございます。そしてこの奥の扉を開けていただくと、こちらも洋室となっております。こちらの洋室ですが、このようにこちらも収納スペースがしっかりとございますので、収納力豊富なお部屋と言っていいでしょう。またこちらベッドなど置いていただいて、寝室としてご活用いただくことも可能ですね。またバルコニーも大変広くなっております。はい、こちらこのようにですね、 S 字のようにバルコニーがございますので、広々とございますので、まあ、お布団や洗濯物などもしっかりと干していただける、そんなお部屋となっております。はい、こちら奈良市二条寺にございます賃貸マンション、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の先では皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。